여러분, 안녕하세요. 모고모고입니다. 以前の動画で皆さんに少し説明してみたと思いますが、韓国の時代劇はスポンサーの問題で最近制作がとても大変な状況になっています。特にその中で歴史に基づいた正党時代劇は、えー、制作費もだいぶかかりますし、視聴率もそこまで期待ができないかもしれないので、制作の数がだんだん減っているものの、その代わりに、えー、小説や漫画 原作の挑戦の背景だけ持ってきたファンタジー時代劇が増加していますよね。例えば王様が実は女性だったという実際にはありえないテーマで。 しかし魅力的なテーマなんですね。それで作られたドラマが多くなっている状況なんです。えつまり、えー、ちょっと制作費の問題で時代劇の危機とも言われていますが、えー、その危機を克服するために視聴率が確保できる、えー、とても面白いローマンスドラマ、実際の歴史には基づいてないけれども、えー、楽しい歴史ドラマが増えているということなんですね。 じゃあ、以前私は皆さんに2022年まで公開された時代劇のガイドを紹介したことがあります。今日は2023年、今年に放送されたドラマをメインに皆さんに紹介してみたいと思います。今年も、えー、かなり面白い映画やドラマが公開されて、今からもとても期待できるドラマもありますので、これを中心に皆さんに紹介してみたいと思います。 じゃあ、一旦、まず最初は TBN さんの朝鮮精神科医者、ユーセプンというドラマがあります。えー、これは実際は2022年放送されたドラマのシーズン2が今年に放送されたんですが、えー、まだ皆さん見てない方のために簡単に説明しますと、17代を表循は朝鮮の 17代王、ヒョンジョンは、朝鮮の本当の記録を見てみても、朝鮮唯一、医療ミスで亡くなった王として記録されています。えー、その続き、息子であった18代王、ヒョンジョンが即位しますが、えー、このドラマは、このヒョンジョンの時代が主な舞台になります。そして、主役であったユーセプンは、えー、17代王のヒョンジョンの治療の途中、えー、ヒョ,ウジョンを殺してしまった張本人として、 なってます、ね、でこの U7 はもともと朝鮮で一番天才の医者と言われたんですがこのせいでトラウマができてしまい結局医者が続けるかどうかどうやって克服していくのか。 どういった人たちと出会い、それを助けてもらうのかというのがこのドラマのメインのストーリーなんですね。えー、でもまだ残念ながら日本での配信予定はないようなので、えー、もしかして日朝鮮の医療ドラマがご覧になりたい方はぜひチェックしてみてくださいね。じゃあ次のドラマは SBS さんのドラマ、コツゾンビ熱愛しというドラマがあります。 じゃあこのドラマは小説原作のラブロマンスドラマになります。原作は、えー、朝鮮前期を語っていますが、ドラマは朝鮮後期を舞台にしていますので、これだけは気をつけてくださいね。じゃあ簡単なストーリーを説明しますと、朝鮮の宿泊施設の中で一つだったイハオンというところから物語は始まります。えー、ここの主は、 ポツラクヤンバンの末娘ユン・タノという女性でしたが、えー、この女性は自分の家紋自分の家族を守るためにヤンバンの娘にもかかわらずそういったプライドを捨てて熱心に仕事をしている女性でしたじゃあそんなある日彼女のところに2人の新しいお客さんが訪れます その中で一人は遊び好きのキム・シエル。そしてもう一人はとても真面目な性格で部下に合格するために準備をしていたカン・サンという人物でした。この二人が現れて彼女の人生は少しずつ変わっていきます。じゃあもともと宿泊施設で泊まっていた文化の受験生、チョン・ユハという男性もいて、このドラマは この4人の中心に語られるドラマになりまして、ある意味では逆ハレム、まあ、いつものカンドラなんですね。で、ある日、彼女に危機が訪れます。彼女にとってはとても大事な宿泊施設、イーハーウウン。小、えー、実際、ある日、ある人物が訪れて、あなたの亡くなった父の借金のせいで、 イヤオンが差し押さえられるという話を聞きました。彼女はびっくりしました。彼女はどうしてもこのイヤオンを守るために頑張りますが、えー、結局あまりにも借金が高かったので悩んでいた途中、こういった条件を聞きます。もしかしてあなたがペセジャを見つけてくれたら借金はなかったことにする。それで彼女はこの話に興味を持ちます。ペセジャ。 じゃあ、ペイセジャというのは、もともと後継者であるセジャだったのに、それが取り消しされたということなんですが、一体何があったんでしょうかじゃあ、このドラマに登場するオウは、 えー、イチャンという王なんです。もちろん実際の歴史にない架空の人物なんですが、この人は王の性質から生まれた帝軍出身なんですが、自分の兄を殺して、自分の手で兄を殺して王になったので、正当性は全くない王でした。そしてこの人はクーデターを起こして王になりましたが、 クーデターを起こした時に、兄の息子を殺せていなかったんです。兄の息子は逃げてしまいました。つまり、兄の息子の方が正当性を持っている後継者になります。なので、このイーちゃんはどうしても兄の息子を見つけて殺しかったんでしょう。じゃあ、ここで先ほどの話に戻りますが、他ののところに訪れた部下の受験生、カンさんが 実際は生徒後継者のイソルだったんです。じゃあ、ここで皆さんも気づいていると思いますが、タゴとソルはお互い好感を抱いていた関係だったんです。ここでタノはどうしたらいいでしょうか家族を守るのか愛を守るのかタゴはどういった選択をするでしょう じゃあこのドラマは、えー、昔のドラマ、ソンギュンガンスキャンダルと似ているような気がしました。男性3人に守られながら、その中で、えー、ラブ、まあ、イチャイチャするようなドラマだったので、もしかしてソンギュンガンスキャンダルが楽しかった方は、ぜひチェックして見てみてください。 じゃあ、ここで、このドラマがもっと楽しめる、えー、このドラマの説明をしてみますと、先ほど言ったイーチちゃんなんですが、兄を殺して王になるということなので、どっちかといったら小説原作ですと、おそらく正常をモーチブにした王ではないかなと思います。性格も似てるような気がしますね。 でもドラマは朝鮮後期になりますのでそうなるともしかして四女を一部にしていたかもしれません、えーまあ、どっちでも小説原作のファンタジー時代劇なので、まあ、どっちも当てはまらないこともあると思いますが、えー、それを想像してドラマを見てみたらもっと楽しくなるのではないかなと思いまして説明してみました じゃあとにかくこのドラマは今日本のアマゾンフライムビデオでご覧になれますのでアマゾンフライムを見ている方はぜひチェックしてみてくださいね。 じゃあ次のドラマは m b c さんの朝鮮弁護士です。じゃあ朝鮮に弁護士がいたのかじゃあとにかくこのドラマはウェブ漫画原作のファンタジー時代劇になります。もともと漫画が原作でそれをドラマに移したものなんですね。じゃあ朝鮮は実際訴訟が多かったので、えー、弁護士がいました。 えー、ウェジ部という部署がありましてここで弁護士みたいな仕事をしていた国家機関があったということなんですね高麗時代からあった制度でかなり歴史が長い制度でした800年ぐらい続きましたね、えー、もしかして皆さんがドラマでこれを覚えたい場合は音余がある時期この仕事をしていましたのでチェックしてみてくださいね じゃあ、このドラマの背景は、朝鮮の旧大王、尊重の時代になります。えー、皆さんもわかると思いますが、尊重の時代に朝鮮の憲法が完成されますね。なので、一番法律に関わるまあエピソードも多いと思いますので、えー、それを背景にしているドラマなんですね。えー、主役の名前は、カン・ハンスという弁護士で、作戦無敗の弁護士ですが、遊び好きの、えー、ちょっと軽い男なんですね。 私はこの糸を見た瞬間リーガルハイのコミカド先生を思い出しましたもしかして影響を受けたのではないでしょうかこの過半数さんが泊まっている宿を中心に物語は進みますがその宿で働いているある女性がいて、えー、じゃあこの女性はまずこれからお話しします 8、えー、大王のイェジョンがいたんですが、えー、王になってからすぐ亡くなってしまいますよね。じゃあ、その方には1人の娘がいて、えー、彼女の名前はイヨンジュ。えー、彼女がこのイェジョンの娘になります。えー、実際の記録ではイェジョンは病死したことになりますが、このドラマではある人たちによって暗殺されたという設定を持ってきているので、 このイ・ヨンジュ・は宿泊施設で働きながら情報を集めてこの復讐を準備している女性でした。でこれを今の9代王・ソンジョンにその情報を渡して一緒に復讐を図っている人物なんですね。じゃあこのドラマでは8代王・イエジョンを殺したのは 権力を掌握しようとする家臣たちということで描かれています。じゃあ、なので、全体的な流れは、父の仇を討とうとする姫とそれを手伝う朝鮮弁護士の話になりますね。じゃあ、いかがでしょうかこの二人は、うまく試練を乗り越えて復讐に成功できるんでしょうか じゃあ、もしかしたらそれが気になる方は、このドラマをぜひチェックしてみてください。ドラマ自体は、ちょっと挑戦という名前を持ってきたんですが、挑戦だったらありえないようなコミュニケーションの仕方や動きなどをやっていたので、韓国の中にも非難の声があるドラマではありますが、ただ挑戦という雰囲気が好きな方には、とても楽しいドラマになると思います。 じゃあこのドラマは現在、スカッーパーの KNTV でご覧いただけますので、もしかして契約している方はぜひチェックしてみてくださいね。じゃあ次のドラマは TBN さんの青春ウォルダムというドラマになります。じゃあこのドラマは一旦まず面白いんですが、韓国の原作ではなく、中国小説が原作の ドラマでそれを朝鮮に置き換えたドラマになります、えー、このドラマは最初こういった、えー、中国の小説が原作だということを隠していたので一にそれが韓国に知られて、えー、韓国国内で非難の声が高まるなど最初はとても難航だったドラマなんですが、えー、まあこれも話したら長いので一旦簡単に言いますと最近韓国の時代劇は、えー、資本が足りないので中国の 日本でで作られるドラマが多いです。中国のストーリーを持ってきて、それを朝鮮に置き換えるドラマが増えてますよね。えー、皆さんも知っていると思いますが、レイとか、チョリン・ワンフとか、今日紹介するチョン・チュン・オルタもこういった感じのドラマになります。 ただし、シュルプというドラマがありますが、シュルプは原作は中国ではなくて、これは韓国の原作のドラマなんですが、ドラマのスタイルは中国の真のドラマととても似ているので、そういった問題があったドラマではありますが、原作だけは韓国ということを覚えてくださいね。じゃあ、話戻しまして、チョンチュン・ウォルタンに出てくる主役はセジャです。彼の名前はイ・ファンと言います。 イーファンは、えー、もともと後継者ではなかったんですが、えー、兄が後継者だったんですがいきなり病死してしまったので、えー、それによって、えー、死んだ兄の代わりに聖、えー、者になる人になりますがイーファンが即位式を行った夜1枚の紙が、えー、イーファンの部屋に、えー、落ちてきますこの紙は後に 悪霊の書と呼ばれるこのドラマにとってはとても大事なアイテムになりますがこの内容としては聖者は兄を殺して後継者になった故に決して王になれず必ず残酷な死を迎えることになるだろうという呪いが書かれている内容でしたねこれでイーファンはとても怖くなりました こういった不安を抱いているイーファンのもとにある断層した女性が訪ねてきます。彼女の名前はミン・ジェイでした。じゃあ彼女は聖者であるイーファンにこういった話をします。 私なら、正派、蝶派の呪いを解明することができます。その代わり、解決ができたら、私の冤罪を晴らしてください。はい。彼女はもともとヤンバンの娘だったんですが、ご両親が疑問死してしまいます。 で、それで、周りの人たちは、彼女が犯人だと言うということで、彼女は親を殺したという濡れ衣を着せられたということなんですね。これを貼らせるのは、聖者しかなかったので、彼女はこういった条件で聖者に近づくことになります。これによって、女性の体であるにもかかわらず、彼女は断層をして、お城に入ることになりますね。その後、じゃあ、二人は、 事件解決のためにいつも一緒にいることになりますが2人の間では一体何ができるでしょうかカンドラ好きな方はもうお気づきかもしれませんね。 じゃあ、このドラマの背景を説明してみたいと思いますが、このドラマで王として登場する人物は、一旦まず洋服を見てみると、朝鮮後期のスタイルですね。そして、王の性格が短期で、性格がとっても悪く、母は先民出身、そして息子に厳しいという設定なので、おそらくこれは明らかに四条ではないかなと思います。そうなりますと、先ほど言った、さっきに病死した兄は、 まあ、氷山ゃんせじゃのモチブではないでしょうか。そうなると、このドラマの主役であるイーファンはサドせじゃではないでしょうか。まあ、正直、これも、えー、中国小説原作のファンタジードラマなので、まあくまで、まあ、こういった関係性があるんじゃないかなという感じで聞いてくださいね。じゃあ、このドラマは残念ながら現在、日本での放送はまだ未定なので、えー、後にこれが放送されることになったら、ぜひご覧くださいね。 じゃあ、続きのドラマは MBC さんのドラマ4人です。恋人という意味なんですが、このドラマは現在放送されている真っ最中なんですが、このドラマは珍しく小説や漫画原作ではなく、最初からドラマと漫画を当時に公開するコラボをやっているんですね。なので、両方原作ということを覚えてくださいね。 このドラマの簡単なストーリーを説明しますと、浮気者の天才ヤンバン、イー・チャンヒョンという人がいました。とても頭がいい人なんですが、この人は俺の人生に結婚はないと言って、女性と遊ぶのは大好きな、えー、ちょっとダメな人間でしたが、ある日,この日、この人の目の前に一目惚れするほどの美人が現れます。 彼女の名前はユー・ギルチェと言います。彼女はお父さんが仕事を引退して、その休憩として今この地方に来ているヤンバンの娘で、 とても頭がいい女性だったので男コントロールがとても上手い人だったんですねつまり駆け引きがお上手だったと思います彼女は最初はいいチャンヒョンのことがあんまり気に入らなかったんですがなぜかしらいろんなエピソードを重ねているうちにだんだん彼に好感を抱くことになります でそして2人はいつの間にかお互い自分たちの気持ちを確認することになりますがでこれでこの2人の幸せが続くといいと思いますが残念ながらこのドラマの背景は16代王インジョの時代になります、えー、皆さんもわかると思いますがドラマファジョンのあの時代なんですよどういったことがあったでしょうか 真、はい、の侵略があって朝鮮全体が戦争に巻き込まれてしまった時代だったんですね。これによってイ・チャンヒョンは戦争に、キルチェは避難の道へ行くことになり、お互いは離れ離れになってしまいます。 じゃあ、この2人は無事にお互い生き残ることができてまた再び再会することができるんでしょうか今韓国でちょうど放送中のドラマなので最後が楽しみのドラマなんですねこのドラマは今のところでは日本でまだ放送することが決まってはないんですが韓国国内でも評価がいいドラマなのでおそらく日本で放送されると思いますので楽しみにしてくださいちなみにこのドラマは ドラマのストーリーは昔の映画名作なんですが「風と共に去りぬ」という,う作品の影響をだいぶ受けているらしいですよストーリーが、えー、結構似てますのでもしかしてこの映画が好きだった方はぜひチェックしてみてくださいねじゃあ ドラマではないんですが、今のドラマ4人が気になる方は、4人をご覧になった後に、えー、これも日本で公開されたらぜひ見てほしいので、えー、特別に映画を1本紹介してみたいと思います。2022年公開された映画ですが、フクロウ、えー、韓国語ではオルペミと言いますが、えー、この映画は、 先ほど言った16代を因所の時代で、結局、真に屈服してしまい、真の俗国になってしまった朝鮮の背景の映画なんですね。えー、俗国になりましたので、その人質として、後継者、王子、聖者を真に送ることになりますが、彼は聖者、ソヒョンですね。彼が人質の期間が終わって、えー、王の授業のために朝鮮に戻りますが、 なんと、朝鮮に戻って間もなく病死してしまいました。とても悲劇なことなんですが、この映画はこの事件の中心にストーリーが進みます。実際、誰でも聖者は病死したと言うんですが、 だったた人目撃者がいたんです彼の名前はチョン・キョンスという医者でしたえ。彼は盲目患者さんだったので、普段は目が見えない人だったんですね。周りにも目が見えない人として認識されていました。ただし、彼は目が見えなかったのは確かであったんですが、実際は 注文書というのは昼は目が見えないんですが夜になるとしっかり見えてくる病気だらしいですね。まさに彼はフクロウだったんですね。つまり彼は夜、 聖者が誰かによって殺されたのを目撃してしまったんです。なので、彼はこの真相を暴くために活躍するというのがこの映画なんですが、一体聖ザを殺したのは誰なんでしょうか真犯人は誰だと思いますか皆さんに聞くのもおかしいと思いますが、じゃあ、とにかくこれはドラマではなく映画なんですね。 えー、韓国の中にもとても評価が良かったのでもし日本に公開されたらぜひチェックしてみてください。私は個人的にあの印象を演じたユーヘジンさんが大好きなんですがユーヘジンさんが初めて王に挑戦したのでそれだけでも意味がある映画なので、えー、時間があったらぜひチェックしてみてくださいね。 それ以外にも、まあ、今のところでは未定ですが、2023年公開予定のドラマはたくさんあります。 小説、えー、原作のドラマが予定されていまして、えー、古代王の文ンが主役で、そしてその性質であったヒョンド王子のラブロマンスの、えー、ドラマが予定されているらしいですよね。あ今のところではまだ俳優も決まっていないので、未定ではありますが、早ければ今年、まあ、遅くても来年公開されると思います。それ以外には、白木のドラマも予定されています、えー。これも漫画原作なんですが、白木がかやを滅ぼす時のドラマなので、 で皆さん、ドラマ三読書をご存知ですよね。その時に、チンフワンという、えー、王がドラマの最初に登場しますが、えー、この王の時期の話になると思います。なので、ミシルが活躍した時代なんですよね。えー、これも楽しみですね。えー、その中で、私が一番期待している作品はこれなんですよ。今年の11月予定の生涯時代劇。 え名前は古来北戦争になります。えー、珍しく人物の名前ではなくて戦争というエピソードがドラマの題目になっていますよね。 じゃあ、このドラマは生徒時代劇なので、2021年公開されたテジョン・イーバンンの続きの生徒時代劇で、私は個人的にテジョン・イーバンンが新しい生徒時代劇としてとても楽しかったので、とても期待しているんですよ、えー。特にこのドラマは戦争がメインなストーリーなので、特に男性の方が満足できるストーリーで展開されるのではないかなと思いますね。 じゃあ、このドラマの背景は、チョンチューティフの時代になります。その時に、ドラマ、レイに出てくるワン・ウクという人物がいて、まあ、チョンチューティフに出てくるホン・ジョン・ワン・フという人物がいて、この二人の間で生まれた高麗の八代をヒョンジョンの話になります。でただし、このヒョンジョンがと,とても面白いプロフィールの王になるんですよ。 実際、ウクとヒョンジョン・ワンフは結婚してないんですね。つまり、2人の不倫によって生まれた婚外子になるんですね。つまり、このヒョンジョンはもともと存在したらいけない子だったんですよ。なので、いろんな暗殺などの危機があったんですが、それを全部克服して、朝鮮半島唯一、 婚外子出身の王になりますねとてもトラマチックな人生の人でしたで、さらにこの人は後来を 強く成長させた王と呼ばれていてつまり高麗のセジョン大王と呼ばれるぐらいのとても立派な王だったんですよとても面白い人物なんですねじゃあ今回はこの王を中心にこの王に協力するカンガムチャン将軍が中心になるらしいですねこのカンガムチャン将軍の場合はトラマチョンチューテウでイ・タカさんが演じたこの将軍ですね今回は えー、韓国の時代劇といったらイモさんとチェス・ジョンさんでしょう。このチェス・ジョンさんが、えー、久々に復帰する作品になります。 でチェス・ジョンさんはしばらくは時代劇を休もうとしたんですが、このドラマの内容、ストーリーを検討してから、とても楽しそうに見えたので、出演を決めたらしいんですね、えー。全体的にこのドラマは韓国でもとても期待されているドラマで、私も個人的にはとっても期待しています。 え今年の11月放送で、正、ま、徒、あ、時代劇なので、来年ぐらい皆さんもご覧になることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。じゃあ今日のお話はここまでです。韓国時代劇はますます発展して、もっと楽しくなると思いますので、えー、楽しみですね。じゃあこれからも韓国時代劇を楽しみにしてくださいね。じゃあ今日も聞いてくれてぎん,んちゃこまおよ。よろぶん。あんにょーん。